はい、大きいチェックですね、はい、はい、よろしくお願いします。FSOMカップです。はい、G1 も終わっちゃったんでね。そうなんですよね。寂しいっちゅうわけじゃないですよ、はい、はい、こっちはね、結構いい馬が、多いね、有力馬もね、はい、アストラエンブレムは半路で 51.9 の 13.0、はい、はい、本当はそれで、はい、いやもう本当スピード盛りというか、もう序盤から、いや2番目からもう12秒台でラップ刻んで、で、あ、もうすぐに合わせ馬の両サイド、3頭合わせの真ん中だったんですけど、まあ追いついて、それで最後もう馬なりのまま終始、で最後楽に一馬身先着、あ、まあ余力があったらね、手応えね、もう、まあ、隣の2頭はもういっぱいだったんですけど、まあそれに対して、あの鋭い抜け出し具合っていうのは、やっぱここに来てもやっぱ充実度っていうのを感じさせたと思いますね。うん、だいぶなんかね、以前に比べたらいろんなことができるようになったとかね、あの小島調教師も言われてましたしね、うん、いろいろ教え込んできたことが、はい、うん、ようやくちょっとね、いろいろできるようになってきたのかなって感じでしょうね、はい、あとは、マイネル・ミラノがね、俺よく見えたのね、うん、ウッドでね、合わせるの、ね、68秒8の 12.8 だったんだけど、残り人があるからね、こう追われるとね、まあ、グイグイグイって伸びていって、うん、まあ、いい感じだなと思って見てました、うんうん、相澤先生に言ったらね、相手未勝利だからね、まあ、あの先着は当然だよって言われたんですけども、それでもね、動きがすごく良かったと思います、うんうん、あとは去年3着だったんでね、うん、本当はコーナー4つぐらいの方がね、あ、行き入れながらね、行けると思うんですけど、1008でも2000でもね、うん、今回は東京なんで、うん、コーナー2つしかない、ワンターンなんでね、うん、あの直線も長いんで、その辺が鍵かなと思うんですけど、ね、うん、うまくこう流れに乗ってね、うん、っていうか自分の競馬ができればね、うん、チャンスがあるかなと思いますね、うん、あとはマイネルハニー、うん、僕もマイネル違いですけど、こちらの方も良かったと思います、はい、うん、この馬も本当に馬なりで、うん、まあ、5波の67秒8でラスト12秒6、うん、で、まあ、内から確か、そうですね、内から、はい、あの相手に合わせて、うん、直線的に入っていくと合わせたんですけど、まあ、これまた相手がいっぱいに対してこちら馬なりのまま、うん、最後まで手応え優勢のままきっちり編入しましたし、これも、まあ、いい反応と、まあ、動きの良さを感じたと思います。ここで大商店からね、一息入れてね、立て直してるからね、体調もいいんでしょうな、うん、多分なフレッシュな状態ですね、うん、あとね、那須の成果、これがね、まあ、半マイルからね、51秒3の12秒から、うん、まあ、びっしりやってました。まあ、うん、そこには効果が持てます。合わせ馬でね、先着してほしかったなと思いますけど、まあ、でもそれは仕方がないです。いいです。うん、ちょっとね、なかなかね、うまく噛み合わないんでね、ちょっと村掛けみたいなのもありますけども、中小を勝てるだけの能力はね、あるとね、過去に乗ったジョッキーもね、いろいろ言ってましたから、そう考えればね、これもちょっと侮れない存在かなっていう気はします。あと、クラリティスタイル。うん、これは 83.2 の 13.3、 だいぶね、これもね、悪くないと思うんだよな、全体的に。そうですね、僕としても、うん、まあ、相手に、まあ、3と合わせて遅れて、うん、糸に遅れて糸に先着ですけど、うん、まあ、最後までしっかりと伸び足はしてました、うん、見せてましたし、うん、まあ、反応と、まあ、そのあたりも含めてしっかり負荷をかけられてるし、状態自体も良さそうな感触は受けましたね。ジワンマですよ、はい、忘れちゃならないんですけど、ジワンマだよって感じですかね。まあ、一回叩いて、うん、さらにっていうっていう期待感もありますし、うん、あとね、長期休上げでなるんだけど、レッドレイブがね、芝で66秒3、うん、シャープな動きだったんでね、はい、動き自体すごく悪かったと思うんですけどね、うん、だから休み明けの分割引が必要かもしれないけど、パドックの感じがね、もし当日見てよかったらね、ちょっと買っていってもいいかなと思うんですね。多分当日のテンションが気になると思います。ちょっと宇田さんもそこがね、確かに気になりますけども、はいはい、あとマーメイドステークスもね、あります、はいはい、これは、うん、俺ね、クイーンズミラブル見てたんだけど、はい、すごくね、あの感想でもね、しっかりね、前へ前へ行くの感じでね、馬乗りだったんだけど、これはこの雰囲気良かったなと思うんですよ、うん、ちょっとね、あの競馬に行っちゃうと、こう足の使いどころの難しさみたいなのがあるのかな、うん、ね、重賞ずっと3着、3着、3着なんでね、あとワンパンチ欲しいなっていう部分もあるんですけども、まあ、ハンデも54、まあ、この前3着だからね、うん、本当はもうちょっと軽くてもいいような気がするんですけどね、53ぐらいでもいいかなと思うんですけど、
まあこのチャンスはあるかなと思いますね、うん、あとビッシュ、ビッシュがハンドですね、うんうん、あのまあ動き自体は良くなってきてると思いますけどね、うん、選手雄一君がね、福永亮輝が乗りに来た、うん、乗ったんだよね、うんうん、あ、それでも気合が入ってるっていうのはそういうことです、うんうん、僕あとこのマーメイドの方だとちょっとあの軽ハンデがあるんですけど、うん、バンゴール51キロなんですけど、はい、この俺もウッドチップでその外目を回って壊れてたんですけど、うん、そのあたりのもう反応もフォームがなんか力強く感じて直線の伸びも上々に見えたので、まあ、これ軽ハンデですけどちょっと楽しみな、うん、これはね、あの急車の期待度だからね、もともとね、うん、あの使い出しの頃から、ね、結構使い出してたんでね、うん、そろそろこの辺で一発いいとこあるかなって気がしますよね、うん、まああとはいろいろ言いますけど、まあ、それをまあ当日の枠順決まってのお楽しみということで、はい、今日はこの辺です。以上です。